スロプロおっさんでショック。これはいいカードだな。さあ本日最終戦とさせていただきます。前半は固定戦でやらせてもらいましたが、後半戦はオークションでやらせてもらってました。ここにスケさんは入れればな。ね、社長、見損なったよ。シャナチーム3人見てください。社長は最低3000は払わないかな。シャナの顔よがるもの。はい、ということで本日最終戦でございます。スロプロ軍対7軍。さあなかなか面白いカード、すごい豪華メンツ、スケコロにした豪華メンツで本日最終戦やらせていただきますが、戦って可愛いたくあるね社長。さあ400対400、いつも通り5分からスタート。ごめんね。ということで、それで面白いんだけど。よいしょ。さあまず仕掛けていくのはエレンジャーに勝ってほしいわ。このリッパラ、さあスロプロ落とされる。さあ青を落とされて7軍がリード。しかし今回グランプリ1位のエルプーがこの道具に対して、道具構成に対してどう、魔法を打っていって削っていって、それを周りの人が取っていくか、かなり面白い試合になるんじゃないでしょうか。さあここで逆転していったのはスロプロ軍。さあエルプはなんだかんだ言って魔法はかなり俺はうまいと思います。さあイーブに戻って、青つけよ。シャナの創業名じゃん、驚いた。さあここからどういう展開を見せていくのか、一度イーブンに戻り、これはエルプーが点数を抱えているが、さあお互いまだ様子を見ている感じ。さあ残り1分半切ってますが、なかなか動かない。さあここからどうしていくか、残り1分を間もなく切ります。さあリードしているのはスロプロ軍。
450対350。さあ、ここでマヒャドデス。マヒャドデス。マヒャデドス。マヒャ、さあ、未だにわかんない。さあ、こちらスロプロ軍が500対300。さあ、どんどん広げていく。さすが。さあ、しかしここでエルプ落とされる。さあ、しかし点差はそこまで変わらず。さあ、残り一歩切っている。506対294。青が落とされ。おいママ、わらわら、いかなく。さあ、こっからどう逃げていくか。そして逆に7軍はどう追い越していくか。もう時間がないぞ。時間がないぞ。攻めるに攻められない。盗賊、盗賊めんどくさいぞ。さあ、あれ落とされる。これはちょっともうきついか。これ、いや、7が。いや、しかしこれきついか。499対30。いや。さあ、555対245の、こちらで、スロープロ軍がお見事でございます。